もちき明治2014年3月18日撮影。もちき明は、日本の俳人。神奈川県横浜市南区高砂町生まれ。在家特土、法名は、通る新名堂。神奈川県横浜市南区高砂町に生まれる。10歳の頃、道区伏見町に転居。横浜市立教進中学を卒業後、1950年。 横浜市立横浜商業高等学校普通科に入学、同期には写真家の南新一郎等がいる。学生時代1959年、結婚を機に横浜市南区鹿野江台に転居、ついの住居とする。林家に演出家でアニメーターの板野一郎が小中学生時代住んでいた。喫水の横浜湖である。1948年、中学の国語の時間で、 初めて俳句を習い、横浜の焼け跡かなし夏の草の一畜講が国語教師に激賞され、少年新聞の俳句欄では第一席を占めた。30年余りの空白期間を経て、1983年、大木谷肖像を通じて、久保田万太郎の俳句を知り、俳句の本を読みふけり、自己流の俳句を修作していた。1985年、春明かりに入会。 東区と同時に、長倉寛山の添削指導を受ける。1993年、春の前身の足軽に同人として参加。春の総書第一集として、区分集、六景上木。翌年、廃人協会会員となり、1996年、第一回、春の賞を受けた。その後、春の同人会事務局長、春の賞選考委員を歴任。 2015年2月から山玉俳句会にトークと、差し絵の提供を始める。1957年大学卒業と同時に放送、広告業界に入った。民間放送編成局勤務を経て、I&S の前身、第一広告社に入社。同社チーフプロデューサー、第一クリエイティブ室長、プランニング室長、プランニングセンター局長、経営企画室長を歴任。 ラジオ CM の企画制作、1961年からは、テレビ CM の企画制作に、従事、1965年頃からは、万博イベントの企画、演出も手掛けた。テレビ CM は、サントリー、アサヒ、ペンタックス、マツダ、カオウなどのもので、国内、国外の CM フェスティバルで受賞多数。1988年夏、定年で、子会社、 ビジネスインデックス社の常務取締役へ転出。1991からは、日本広告業協会広報委員、さらにマッケイの日本流通研究会委員長、日本ポップ広告協会専任講師、情報ビジネス専門学校の専任講師を歴任する。美術としての仏像研究や、民話の中の仏教研究が講じて、仏教そのものの世界に入り、 全国3300札所の観音への巡礼を発願し、1993年これを成就している。また、中国、インド、ヨーロッパなど各地から約100体の仏像を収集している。1975年頃から、総当州の公禅寺や臨済州の道場で座禅修行を始めた。1984年頃からヨーロッパ各地において座禅を指導した。 また、各地からの仏教留学生を座禅指導もした。1987年、総統州、総持寺館長の梅田信隆禅寺から、通る新名堂という法名をいただいて、在家徳度し、87代目の法名を継ぐことになった。徳度にちなんで読んだ句は、骨太に奇妙とかけり秀でり高ぶりし、樹海の跡や夏の風邪シャミとして、我が名呼ぶばるる夏。 花積超運に奇妙の地足ありにけり1987年頃から在家仏教徒の集まり一人一自身の寺運動の会の活動に参加し広し山次元寺を建立。事務局長、会長補佐を歴任した。ありがとうございます。